あれは中学2年の春よ。あの男が突然言ってきたの。グンド、俺というのをやってみねえか。面白そうね。てか女子にモテていたからちょっと持ち歩いてみたくなったのよ。あれは純一郎と私の初デートだったわ。ねえ、どこまで行くの？そして片道40キロ。どうだ景色、バカじゃないの。次の日もあの男は私を、体力的にも精神的にも。そうしたらあの男、こっちから言い出しといてなんなんだけど、やっぱお前とっつうのは付き合うとか終わりにしようぜ。先手を。あの男に人生に黒、許せないわ。